航行中の小型ウィック地面航海翼機とは、地面効果を利用して地表の足水面から数十センチ、数メートルほどの高度で航行する航空機もしくは船舶の一種である。外見は主翼の短い航空機に近く、その翼によって揚力を得て浮上する。故に航空機に準じる速度で航行することができ、一方で地面効果によって大きな揚力を発揮し、 通常の航空機では不可能なほどの大重量を搭載できる。それほど普及してはいないものの第二次、世界大戦頃から現在まで研究、開発が行われており、民間用、軍用として少なくない数の機体が製造されている。事業例として有名なものにロシアで開発されたエクラのプランがある。表面硬化線とは全くの別物である。 A-90 オルリオのクイエーグ方向空気において、高度が主翼幅の半分程度になると、翼端渦の発生が抑えられて、誘導効力が小さくなり、結果的に有効無回核が大きくなることで揚力が増す。これを地面効果というが、この効果を積極的に利用したのが地面効果翼機である。基本的な飛行原理は、通常の航空機と大差ないものの、 地面から離れるほど動効化による揚力の利得は少なくなるため、地面降下翼機の飛行高度はその主翼幅によって制限されている。地面降下翼機は第二次世界大戦直前のスカンディナビアで初めて開発され、少数の実験機が製造された。その後1960年代になると、旧ソ連のロスツスラフ・アレクセイエフとドイツの アレクサンダー・リピッシュが独立して異なるタイプの地面、高火翼機を開発した。アレクセイエフはもともと水中翼船の設計に携わる技術者であったのに対し、リピッシュは航空技術の専門家で、それぞれの知識と経験の違いが別のタイプの機体を生み出したのである。この二人の設計は地面高火翼機のパイオニアとなり、現在の設計にも強い影響を与えている。 アレクセイ F フは水中浴船の研究所を主導し、同研究所はロシアにおける地面降下抑機開発の中核を担った。地面降下抑機の軍事的有用性が認められると、アレクセイ F フの研究所は当時のフルシチョフ政権から財政支援を受け、そのプロジェクトは最終的にカスピ海の怪物と呼ばれたエクラのプランとして結実することになる。まず友人及び 無人の試験機による実験を経て8トン級のエクラのプランが製造され、1966年には550トン級の大型のエクラのプランが建造された。開発はその後も進められ、量産型の実用機として125トン級の A-90 ル有料のクが生まれた。これは大量配備計画が立てられたもののもろもろの都合によりごく少数の生産に止まり、 1979年から1992年までカスピースクの海軍基地に配備されていた。また、1987年にはミサイル発射能力を備える400トン級のルーニ型のエクラのプランが完成している。ソビエト連邦の崩壊に前後して軍用での需要がほぼなくなったことにより、近年では民間向けに小型のエクラのプランの開発が進められている。 例えば CHDB は1985年に発石を備える旅客用エクラのプランボルがマイナス -2 を開発し、またいくつかの企業と旅客会社が中心となってアンフィスターと名付けられた小型の機体も開発された。一方、ドイツのリピッシュはアメリカのコリンズラジオ社のコリンズから高速低製造の依頼を受け、地面高火力機として X-112 を開発した。 X-112 は反転したデルタ翼と T 型の尾翼を持つ革新的な翼配置の機体であった。この設計は飛行時の安定性が良く、地面効果を効率的に利用できるということが確かめられたが、コリンズは開発計画を中断してその特許をドイツのライン航空交渉へと売却してしまい、その後は RFB がリピッシュの設計を発展させていった。 さらにその後、ハンノフィッシャーが、フィッシャー航空機を起業して、RFB の計画を引き継いだ。同社では2隻を備えた、エアフィッシュ3を売り出して成功し、後に、乗客席6隻を加えた FS、FS-8 も作られた。FS-8 は近い将来シンガポールとオーストラリアを結ぶフライトシップとして就航する予定である。また、 アレクセイエフの下で仕事をしていた技術者であるギュンター、イエグはドイツでイエグと名付けた地面高下翼機のシリーズを開発した。この機体はタンデム翼配置の機体で構造が簡単でコストが安いというメリットがあったものの販売面で諸々の問題を抱えて結局量産はされなかった。日本では船舶技術研究所が1990年代に 研究を行っている。2004年には中国運輸局と日本財団の支援で中国小型船舶工業会、中国白洋工業会が設計、福島造船鉄工所が製造したウィッグ実験艇赤トンボが発表された。赤トンボは重量や翼面積、放棄性から完全に離水せず停滞の一部は水面に接した状態だったが、最高速度40ノットを発揮する。 水上タクシーとして開発されていた。ウィックの翼平面系の模式図。は、理想用ジェットエンジンを機種に持つエクラのプラン。は、リピッシュの設計を踏襲した逆デルタ翼を持つ機体。は、タンデム翼配置のエフォ4を表す。エクラのプランは、比較的長い胴体に短い区形翼と、ビブ上方に位置した水平尾翼を有しているが、この形式は、 ロスチスラフ・アレクセー F の設計に由来し、他のタイプの地面降下翼機と比べると、通常の航空機に近いデザインである。また、オルリオノクやルーニ型のように離陸時に、主翼仮面に空気を送り込むためのジェットエンジンを、機体全部に配しているものもある。リピッシュの設計を踏襲した地面降下翼機は、デルタ翼を逆にしたような、全長が短く翼コンブが、 胴体全体にわたる全身翼を有し、比較的短い胴体のビブ情報に水平尾翼が設置されている。地面効果により、主翼工法で発生する翼端渦が減少するため、同じ翼面積ならば、アスペクト比を小さくした方が、効力減少の点で有利であることを利用している。髪型から見ると、ほぼ同サイズの2枚の翼を胴体でくし刺すように、排した。 翼形式でイエーグシリーズに採用された。また、服用機のように2枚の翼を上下にずらして配している場合もある。両方の翼が不要力を発生し、前翼でピッチコントロールを行う。離陸時は前、翼を通過した気流によって空気が押されるため、不要力を発生させやすいというメリットがある。地面降下翼機は、 通常の航空機に比べて燃費が良く、積載量を大きくできるという大きな利点がある。また、機体設計時に課せられる安全上の制約が航空機ほど厳しくなくエンジントラブルが起こった場合でも、比較的容易に不時着水することができる。しかし、低高度を飛ぶことは水面に接触しやすいという危険も同時にはらんでおり、そのため、 バンク角を大きく取るような小半径での旋回を行うことは難しい。また、機体形状が得意なためにコンピュータを用いても姿勢制御が難しいという欠点もある。地面高火翼機の開発で問題になりやすいのは、離陸内し離水時の不要力の不足である。多くの機体は水上から発進するが、その際の水面による効力は離陸を妨げ。 特に風上に向かって波を走行する場合はさらに困難になる。この問題を解決するために一部のエクラのプランでは離水時に補助ジェットエンジンを用いて主翼へ空気を送り不要力を発生させている。しかしこの補助エンジンは飛行中には使用されずデットウェイトとなる。もっと効率的な手段としてはフィッシャーが開発したエアフィッシュ以降の地上降下翼機で採用されている。 方法がある。その方法ではプロペラで発生させた気流を分流して、機体下部へ噴出し、ホバークラフトのように不要力を得ている。海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約では、適用船舶に該当するが、操縦や整備に必要な資格などはまだ、確定していない部分が多く、国際開示機関が高速船に適用されている規則をもとにして、 法的扱いを模索している段階である。ロシアにおいてはエクラのプランに適用されている法的規則があり、その基準ではエクラのプラン以外の地面降下翼機でも法的対象として扱い得る。エアフィッシュを生産しているイゲッティワークスのサイト。南アフリカのポートエリザベスにある南アフリカ軍博物館で屋外展示されているイエーグ4の写真がある。 http://www.nmri.go.jp スピードスラッシュ hss スラッシュ wises.htm 写真中国運輸局飛部赤トンボ試験用ウィッグ広島湾で初公開世界の感染通貫631周回認者 P16 ありがとうございます